皆さんこんにちは。本日も全国防犯啓蒙推進機構理事でバンド学校の学校長をやっております私バンドタロウがお伝えしてまいります。えー、本日はですね、まあたまにたまにっいうかよくあの私もお伝えしてますけども、中国の食料難についてこれがあの今日収録しているこの動画を皆さんのところに、えー、送られていく頃にはですね、えー、もしかすると中国の、えー、何回目だったかな、えー、また全人代が開催され 全人,人代って第何回ってありますけどその中でも第,第何回ってまたちっちゃい第何回がいっぱいあるんですよ。これが出てるかもしれませんしえ中国側の報道が変わってくるかもしれませんそもそも変わる前の今の中国の報道がどうなってるかっていう報道自体が日本国内にほとんど届きませんし非常に少ないんでですね えー、ネットを見てない方、テレビしか見てない方は中国でものすごいあの水害が発生しているとかです、ね、バッタが来ているとかです、ね、そういった話を全然これ知らないですね、そういう知らない人たちがテレビで判断して、えー、今度、投票につながって、えー、これ、政治につながっていくわけですけどね、まあ、そういったあのネットに接しない、接していても、えー、よく知らないお年寄りが有権者のほとんどを占めている。 有権者のかなりの数を占めているというのは日本の一つの弱点であると思います。そういったところがですね心配なのでこっちの方で私は何度も何度もこのネットの方でお伝えしますこの職業難の危険についてですね。ですからこちらをご覧になった方ですねよろしければ、えー、まあ、私のツイートでも構いません。それからバンド学校に入っていただければ一番、えー、あのしっかりとした資料を示してこれをお伝えできますのでそれが一番おすすめですけれども。 そういったものをあのプリントアウトしてもらうなりですね、あとこの動画、こういった動画をおじいちゃんおばあちゃんお年寄りに見せていただくというのがいいかなというふうに思います。まあ、私の動画だけじゃなくて他の先生方が経済的観点からそれから軍事的な観点からいろいろこうと発信してますんですね。そうやって多角的に分析するためにまあ私の動画も一つ、 そのうちの一つとしてご利用できいただければというふうに思っておりますでその中国の職業難について,ですついてなんですけど7月の27日にですね人民日報でですね夏の食業の収穫がですね前年比0.9%増しで取れましたよというようなことを言ってますこれあの中国って調べてみたら米を日本って一期作っていうんですかねあの1年に1回だけ米巻いて刈り取りますけど中国って2回やるらしいんですね でその前半の、えー、夏までの間に1回刈り取った分について、これが0.9%増しだったということですね。2856トンだったそうですね。夏の,あ夏の収穫がですね。で、えー、8月の19日、これはあの統計がいろんなところから出ますんでですね、えー、国家統計局が示した数字では、えー、今年の,あの全国の前期前ですね、前期前やですね、 前半のはですね、2,729万トンだったそうです。だから前年比でですね、102.8万トンで3.9%の伸び伸びだというふうに国としては言ってます。本当にそうだったのかどうかわかりませんまああのもしかするとこれは、えー、洪水被害を遭う前に借り取ったからこういう数値が出たのかもしれませんけれども。 まだこの数値がずっと、ね、あの出てますんで数字の上からだけだと中国は今年あの水害って聞いたけども大したことないなって思う人もいるかもしれませんよ。いるかもしれないけども、えー、後期のお米ですね今年の後期の方のお米がこれ取れなくなってるんじゃないのかなとそれと農作物もだいぶやられた上に泥かぶっちゃってそれでも残った農作物が、えー、バッタがあちこちで発生しているという話なんですね。でバッタに食われて しまうんじゃないのかとそれと前にもちょっとお伝えしましたけども今回あの水害を受けた地域というのは、えー、長江流域それからあのヨース港ああ子ーじゃない長,、えー、と長江ともう一つは江河、えー、ですね江河流域こっちの方もですねあの長江ほ道ではないんですけど江河流域も結構やられてるみたいなんですねでそれぞれぞ その流域というのが、水が、水が近いところに普通は大都市がありますね。多少高いところであっても水があるから、そこに人が集まっているわけでですね。水がないところ、砂漠の真ん中に大都市っていきなり作って水道を引っ張ってきましたっていうのは、なかなかそれはないわけなんですよ。まあ、中国も結構砂漠が広がっていますけれども、大体、あの、中国の大都市っていうのは、海の沿岸側の方か、川の、あの、ほとりの方にこう、ついて、あの、できてますね。湖とかですね。 そういったところにあるんですけども、それが逆に今回はあだとなって、えー、水害を受けていると。それと国倉地帯もそうです。結局水を調達できないと国倉地帯になり得ないんでですね。えー、だいたいその中国の国倉地帯というのは長江の流域にダーッとあったわけですけども、そこら辺がみんな水害でやられているっていうことは、まあ、食べ物の関係どうなっちゃうのかなということが一つですね、えー、問題になってくると思います。で えー、WFP、これはあのー、国連の世界食糧計画という機関なんですけども、こっちの四月の発表ではですね。えー今,年えー、今年は今後あの、各地の食糧不足によってですね。一、えー、億三千五百万人から二億五千、一億三千五百万人から二億五千万人の人々が飢餓に直面するのではないのか、というふうに言っています。これは中国の水害関係ないんですよ。なんでかというと。 この WFP という機関はですね実はあの中国の発表を鵜呑みにして計算してますんで中国はえ食料の生産についいいてては優秀な国だという,ふうな認識を持ってるらしいんですね。で今回の,あの中国の水害についても中国は公的にそういったものはあまり発表してないんでですねその前の資料として WFP がですね4月の発表の段階で 今年の冬ですね各地で最高2億5,000万人の人たちが飢餓に直面するや、まあ、柔らかい言い方で言ってますけどもね、まあ、中には餓死する人もいるってことですよでもこれ中国入ってないってことは中国ではじゃあどれぐらいの人が餓死するのかなということですけど中国っていうのは、まあ、あの発表されているのでは14億5千万人いいるという,ふうに言われてます、まあ、そのほかに戸籍に乗っかってない戸籍に掲載されてない子どもたちもいますんで まあ、そんだけいたらですね、河が流域、特に人が集まって町ができているところで、えー、被害が発生していること、それから、えー、そういったところで橋が流されていったりとか、ですねインフラがあの寸断されている、道路が埋まっちゃって、元に戻ってないとか、ですね、えー、それから電気が切れてる、えー、それをあと4ヶ月で12月になりますけども、3ヶ月かな、3ヶ月ほどで12月になりますけども、その3ヶ月でこれを直せるかっていったら、私はちょっと難しいと思いますね。 日本もここ最近急にこう涼しくなって過ごしやすくなってますけどね、えー、このスピードでこれから寒くなってきますよ。で、食料も運搬もできない、それから畑から食料ができん、取れない、その上で暖を取るための電気もない、もちろんあの石炭なんかも運んでこれないというような話になってくると、本来一番大切にしなきゃいけない農家の方から、え潰れていきます。農家が、あの、どんどんどんど、ん 農家の方から、えー、インフラを整備していかなきゃいけないのに農家は常に後回しになってます中国は世界に訴えるそのアピール度っていうところから都市部にすごい力入れてますけど農家は全然昔と変わってないみたいなんですねあの奥の方に行くとまあ日本でもそういうとこありますけどもね 中国の場合にはその貧富の差が非常に激しいんで農家ほったらかしいで、えー、都市はとりあえず回復して大人数助けますけども、農家、あのー、だんだん数が少なくなっている高齢化している農家の方はすぐには助けが来ないということで、一番今年の冬を越せなさそうなのは農家ですね。そうすると、来年の春になったとしても、もし人口が減っちゃってて、 おじいちゃんが死にましたとかですね、えー、子どもたちが餓死しましたとかですね、子どもたちじゃないですね中国は大体一人っ子じゃんで子どもが餓死しました親が餓死しましたなんてことになってくると農家の本当に助けの,あの本当に必要となる農家の生産力がこれ確実に落ちてきて、えー、今年の、えー、農作物の不良よりも来,節来,年あ来,来年の方がもっと深刻になる可能性がありますね。 でその中でまあそうした中でじゃあ中国はどうやって乗り切るのかということなんですよしかも来年あの共産党設立100周年なんでですね、まあ、そのうちの,あの共産党が誇りたいアピールしたいというところは一つは前回お伝えしましたその北斗3号の打ち上げによって全地球をカバーできる 中華版 GPS 北斗システムが完成したというのが一つありますけれどもそれも軍事的なところであって軍事しか今ののところは誇れるものがないんですねそういった状況でじゃあ日本は無事でいられるのかって話なんです、ね、そうしたら今伸びている今あの完成しつつあるそういったものをできるだけ早く完成して、えー、日本なり周辺諸国なりに行って、えー、取れるものを取ると。 それによって農業のあの低、ー、調をカバーするというようなところしかちょっと解決策ないんじゃないですかねって普通に考えるとそんな感じがしますね。で今あの中国の方ではそのバッタがこれから出てくる季節バッタがもう飛んでるみたいなんですけどね。それに加えて え水,は水があの溜まっちゃってるところが流れでいかないで溜まりっぱなしになってるところが結構あるみたいですねそれによって今ボフラみたいいなちっちっゃい虫が大発生しています、えー、中国の道路、まあ、水が引いた道路なんかざっと走ってるとこの間あの動画で見ましたけどねあの車が走ってる時になんか煙みたいなのがあちこちにモアモア見えるって言って。 ずっと車で走っていったら虫がビチビチ車に当たってきてですねそれで実は煙じゃなくてそのボウフラみたいな虫だったっていうようなそういう動画があったりもしますね、えー、私たちの予想してないものが、まあ、ボウフラ一つにとってもそうですけれどもこれから予想し得ないようなよく考えればそうだってそ,そうなるよなって思うようなことがこれからリアルで再現されてくる可能性がありますそういった中で中国の人たちはどうやってこの冬を生き延びるかというところを考えなきゃ いけないわけですね。中国はどうやって生き延びるか、なんで私たちが考えなきゃいけないかっていうと、中国人は生き延びるために何でもします。はい、これはあの、私断言しますよ。私があの、犯罪を取り調べている中でですね、取り調べの中で、本当にこれあの、思ったのは、悪く、本当だったらそんなに悪い奴じゃないけども、もうあの、日本に密航して生きていくためにしょうがないんだからって言って犯罪を犯してる奴がいると。で、そいつらの人相だって別に悪い人相してるわけじゃないんですよ。 日本の,あの悪党っていうのは悪さするまでに、例えば強盗するまでには、えー、奥さんに逃げられた酒、酒飲んだくれた、爆地で吸った、シャブ振ったとかって、この一連の流れがありますんでですねで、大体3ヶ月から1年ぐらいかけて、本当の悪人になってきて決意して、銀行強盗とかってこうなるわけですけども、中国の人たちって、あの、そういうのじゃなくて決断が早い。もう生き延びるためにだったらですね、あ、今これをしなきゃいけないと思ったらそれやりますんでですね。ですから、あの、悪党な顔してないですよ、みんな、中国人は。みんな、あの、 えー、殺しやったやつも強盗やったやつも、えー、話すときはにこやかに普通に話してます、えー、悪党面の中国人で相当悪いやつですからね <laughs>、まあ、あの顔で判断するなって言われるかもしれないですけども、まあ、そういったところを私自身がです、ね、取り調べで、あのー、いろいろ経験しておりますんでそこから考えると生きるためには手段を選ばない自分が追い込まれてきたら手段を選ばないだろうなというのがこれはもう国民性なんでもうどうしようもないことこですいいか悪いかじゃなくて生きるか死ぬかの話なんですからね <laughs> そういったところがあるんで、私、ちょっとこれ、非常に危険な状況にあるのではないかというふうに思っています、まあ、こんだけ言ってですね、実は食料は大したこと、食料なんなんか大したことなかったよって、笑えるのが一番なんですよ、大きく騒いで小さくまとめるっていうのが警察のやり方で、私、それでずっと来ましたんで、そういう癖がついてますけどもね、まあ、そんなことについて、笑ってす、ま、あの来年の春、笑って済ませられれば、それが一番だなというふうには思いますけども、後半に続けてまいります。